ロケガストン・マスポリ・アルベルビデは、ウルグアイ・モンテビデオ出身の元サッカー選手及び、サッカー指導者である。ポジションはゴールキーパー。ウルグアイ代表の GK として、1950フィーファ、ワールドカップに優勝した。20万人のブラジル人ファンで埋まった、リオデジャネイロのエスタジオド・マラカナンで、ウルグアイが予想外の勝利を収めたことから、マラカナスソとして知られる1950年。 ワールドカップの決勝において、マスポリは、優勝候補ブラジル相手に1ゴールしか許さず、2から1で勝利した。マスポリはまたウルグアイのクラブ CA ペニャロールの監督として、国内リーグに5回優勝、コパリベルタドーレス、そして1966年のインターコンチネタルカップではレアルマドリードを、合計スコア4から0で破って優勝した。その後は、スペイン、ペルー、 エクアドルのチームで監督を務めた。1980年代、マスポリは数年間ウルグアイ代表を指導した。1997年に80歳で再び監督に就任し、それまでにナショナルチームを指導した世界で最年長の監督となった。2004年2月10日に心臓疾患で入院し、それから12日後に86歳で死去した。クラブ代表クラブ代表。 ありがとうございます。